令和元年7月28日、阿蘇市一宮町宮地の阿蘇神社で、米の豊作を祈るお田植え神幸式がありました。このお田植え神幸式は、通称御田祭りと言われ、神々が田植えの後の稲の生育を見て回ったとの言い伝えに習い行われています。まず、阿蘇神社の仮拝殿で神事が行われた後、4基の神輿を中心とした行列が御幸門から出発しました。猿田彦を先頭に高餅、うなり、獅子頭、竿乙女、田楽、田男、牛頭、田女、神輿、宮司といったおよそ200名の大行列が2箇所のオカリアへ向かいます。オカリアに到着すると阿蘇大宮司による神事が行われ、歌謡長たちが歌う中、神職や見物客が神輿の屋根をめがけて稲の苗を投げ、豊作を祈願していました。沿道には大勢の見物客やカメラマンが訪れ、歌謡長が御田歌を歌いながらゆっくり進んでいく古式ゆかしい時代絵巻を見物していました。